皆さん、こんにちは。NGO 世界を見つめて進行を務めさせていただきます。NPO 法人 Dialogue for People 代表理事でフォトジャーナリストの佐藤圭です。そして今回もご一緒に。はい。圭さん、よろしくお願いします。同じく担当します、鎌倉幸子です。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう5回目ということで、僕は3回目からご一緒させていただいたんですけど、なんとなく慣れてきたなっていうところと、もっともっと本当に多くの方のお話を聞きたいなと思って、この番組を続けていきたいと思っております。で前回まではジャニックさんとの共同での配信だったんですけれども、今回のこの第5回目からは D4P 独自での単独での配信となります。皆様引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この番組をちょっと改めて説明させていただきますと、はい、毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストにお招きして、現地の活動のこととか、あと私たちが今世界のために何ができるかというようなですね、なんかアクションをお聞きします。で、特にこう生で出演していただいている方の思いをですね、がっつりと伺う、そういう番組となっております。はい。で、この番組をやっててですね、実は僕この仕事する前に NGO で仕事をしていたことがありまして、それでアフリカにいたことがあるんですけれども、やっぱりいろんな人のお話を伺ってると、本当にこうしたこう草の根の活動の積み重ねこそが世界を変えていくんだなということを実感します。どうしても本当に時間がかかって地味な作業が多かったりということもあるかもしれないですけれども、何かこの業界に携わる人がどんどん増えていけば増えていくほど、住みやすい場所とか過ごしやすい時間っていうのが増えていくんじゃないのかなということを実感してます。どうですか、鎌倉さんは5回目を迎えまして。そうですね、もちろん現地の活動もこうリアルに行けるという機会ながらですね、はい、今回はやっぱり NGO、NPO で働くってどういうことかなとか、NGO の仕事の環境をどうやって作るかみたいな話も聞けるのがすごい楽しみで、今日やってまいりました。はい、ということでですね、本日のゲストはですね、認定 NPO 法人エース、代表の岩月由香さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岩月由香です。いや、お忙しい中ありがとうございます。今日はお話伺いますこと本当に楽しみにしていました。こちらこそよろしくお願いします。はい、実は閉会のダイアログフォーピープルのもう一人のフォトジャーナリスト安田夏樹がですね、エースさんにお世話になっておりまして、ガーナとそしてインドですかね、一緒に行かせていただいて、現地の活動を見させていたり、写真を撮らせていただくということが、それが2年前ぐらいですか、3年前になるのかな。そうですね、はい、チェンジの扉というエースの本を作るにあたって、はい、安田さんにエースが支援してきた地域に行って写真を撮っていただいたんですけど、いつも写真をスタッフが撮ってるので、はい、もうその質感の違いにびっくり。あ、そうです。はい、恐縮です。本当に、いや、もう本当にありがたくって、やっぱりその写真が訴えかける力っていうのは本当に大きいので、いろんなところで使わせていただいてありがたいなと思っています。はい、いや、ありがとうございます。僕もガーナ行ったことはないんですけど、安田の写真を見てやっぱり表情が見えることでよりぐっと近く感じれるというか、僕もいつか行けたらなということをちょっと見させていただいていました。ぜひぜひ。はい、で今日はたっぷりお話をお伺いできたらなと思うんですけれども、まあ、早速ですが、まずはこうエースさんが、一体どのような団体でどうした活動をされているのかということをちょっとお伺いできますでしょうか。はい、何を目指している NGO かといいますと、子ども若者が自らの意思で人生や社会を築くことができる世界を作るために、子ども若者の権利を奪う社会課題を解決する、これをですね、団体のパーパスって言ってるんですけども、存在意義として定めてます、うん、で設立したのは97年で、ずっとその児童労働の問題に取り組んできてまして、インドやガーナで実際に28村で2360人の子どもを児童労働から解放して、1万3500人の教育を支援してきました、うん、でガーナやインドで実際に児童労働をしている状況から学校に行けるような状況に変えていく、そういうプロジェクトを現地の NGO パートナーと一緒に行っているのと、日本でもさまざまな活動をしています。で先ほどちょっとご紹介したチェンジの扉っていう本は、はい、児童労働の現状を伝えるだけじゃなくて、私たちが関わることで変えることができるんだっていうストーリーを、スタッフのストーリーも含めてご紹介してますし、それから日本がもっとできることあるんじゃないかっていうふうに考えていて、日本政府に取り組みを強化してほしいというアドボカシー活動も、児童労働ネットワークというネットワーク組織を通じて行ってきました。
実は今日もですね、その署名の提出で官邸に行って加藤官房長官に署名の提出をしてきたんですけれども、はい、実はこれまで累計242万筆の署名を我々集めて提出してきているので、はい、その皆さんからのご協力っていうのは本当にありがたいなって思ってます。で、はい、海外のこともやってるんですけれども、実は日本の足元にも子どもの権利の問題や児童労働の問題があるし、企業も世界のいろいろなものを使って商品を作ったりしている中で児童労働に関係してくる部分があるので、日本の市民の皆さん、そして企業の皆さんにも働きかけながら活動を行っている、そんな団体です。ありがとうございます。そのようにエイサさん、こう現地でも本当にさまざまな活動を行われつつも、こう認知啓発であったりアドボカシーであったり、まあ、エイサさんの活動を通じて初めてこう児童労働というものをちゃんと考えてみようと思った方も多いかと思います。ただこの児童労働ということは本当に皆さん耳では聞いたことがあるなと思いつつも、実際にどうしたものなんだろうか、その実態をよく知らないという方もいるかと思うんですけれども、一体どのようなものなんでしょうか？そうですね、なかなかイメージしにくい部分もあると思うんですが、国際的に定義がありまして、一つのラインが義務教育年齢の、15歳よりも、年齢が低い子どもたちの労働、そしてもう一つが18歳未満の子どもで、働いてもいい年齢なんだけれども18歳未満の子どもはついてはいけないよと言われているような、いわゆる最悪の形態と言われるような児童労働についている、そういう労働を指します。で、一言で言うと可能性とか尊厳を奪うとか、子どもの精神的あるいは肉体的な発達に有害であるような労働は児童労働なんですね。で、実は世界でだんだんと減ってきていて、6月10日に新しい推計が出るのを今待っているところですけれども、これからコロナの影響を受けて増えてしまうのではないかという懸念も広がっているというのが現状です。はい、先進国にも200万人という数字を聞くと、ちょっと僕らが普通に想像するよりも全然多いのかなという印象を僕は受けたんですけど、鎌倉さんどうですか？そうですね、やっぱり先ほどのその児童労働、世界のある児童労働も結局その先進国の例えば企業が関わっていたり、先進国自体にもやはり影響がある、本当にこうグローバルで考えないといけないものですし、逆に先進国のこの200万人という数もですね、日本にいる私たちは無視しちゃいけないなと強く思いました。ありがとうございます。では早速ですけれども、現地での活動の詳細についてもお伺いしていきたいと思います。まずは、ガーナでの活動についてお聞かせ願いますでしょうか？はい、エースがガーナで活動しているんですけれども、実はアフリカというのは世界の1億5200万人の児童労働者の中でも最も多くを占める地域なんですね。エースがカカオ産業に焦点を当ててガーナで活動してますけれども、実は日本に入ってくるカカオ豆はその多くが7割以上がガーナ産と言われていますので、私たちが食べているチョコレートの中にもガーナのカカオが使われている可能性が高いということになります。どんな活動をしているかと言いますと、まず子どもたち自身の保護と、それから学校に行けるような支援というのを行っています。子どもの数が1家庭5人とか、とても多いと学用品買えないなどの課題があって、そういう課題感が大きい家庭にはそういった支援をしています。で、一方カカオを作って農家として生計を立ててるんですけれども、必ずしもカカオ生産が上手ではない農家さんもいる、移住してきて初めてやっているという方も実はいるんですね。なのでその皆さんが収量が上がるように支援をしたりですとか、そういった助け合いの仕組みとかも作ってます。でもう一つ大事なのがですね、その地域全体で良くなっていくっていう仕組みを作るってことなんですね。で、日本でも民生委員とかあると思うんですけども、はい、我々が支援している地域でもボランティアで見回りをしてくれて、子どもが働いていたら話しかけて、家族とも話をして、どうしようかって一緒に考えてくれる、
そういうボランティアの活動っていうのを地域ごとに行っています。でそうすることでですね、その地域の子どもたちをみんなで見守るっていう体制ができてきたり、必要な場合には行政につなぐっていうこともそのボランティアの人たちができたりして、今ある仕組みを活かしながら持続的に児童労働がない状態を続けるっていうことが可能なんじゃないかなと思って活動をしているプロジェクトがありまして、スマイル側のプロジェクトといって2009年から活動しております。ありがとうございます。僕も安田が撮ってきた写真で初めて見たんですけれども、カカオってすごい大きいんですよね。びっくりしました。そうなんです。しかも幹からこうガッと幹というか、はい、なるので、なんていうかすごくいでたちが印象的ですよね、はい、いやすごい重労働ですよね。そうなんですね。私もガーナに行って、こうナタでこのポットを割るんですけど、すごい難しくって、でこういった地域はなかなか水道とかもないので、自分たちで水浴びするんで、水こうやって頭に乗せて運んだら次の首がすっごい痛くなってちょっと私の体ではちょっとなよなよしすぎててダメだわって思ったんですけど、ハードワークなんですよね。しかも、はい、農村そのみんなが住んでるところとそのカカオ畑があるところと結構距離があったりするので、子どもがこうたくさんお豆を乗せて運ばなきゃいけないとか、だから結構そういう意味では本当に重労働なところがありますね。いやどうしてもこう日常の中でチョコレートを買って食べるときにそこまでこう考えるっていう人もなかなかいないとは思うんですけれども、実際にはそうしたものがまあ先進国であったり、まあ僕らも消費したりということで、この問題って別に遠く離れたアフリカの問題っていうだけではないんですよね。そうですね。私たちもそう考えていて、でもつながってるからこそそのつながりを生かして解決できるっていうふうに思っているんですね。そこでこのプロジェクトを立ち上げるときに私たちがやりたいなと思ってたことが、エースが支援した地域で採れたカカオを使って日本のチョコレートを作っている方々に商品を作ってもらって、それを消費者が買えるっていう循環を作ることだったんです、で初めは実は何のつてもないところから野望だけあって、でもそれをわーっていろんなところで言っていたら、いろんな方が紹介をしてくれて、はい、それで森永製菓さんからご支援いただいて、ダースのチョコレートの裏に、はい、今もワンチョコフォーワンスマイルのご案内載ってるんですけど、はい、それ以外の企業さんとかショコラティエさんとか多くの方のご縁をいただいて、今21社80アイテムぐらいにこのカカオが使われるようになったんですね。だからなんかそういうふうに願ってやりたいって言ったら、いろんな人が協力してくれるんだなっていうのも、ここではすごく実感したことですね。はい、そのような、このガーナでの活動、僕たちも消費者の一人としても関わり続けることができる問題なのかなと思いますが、もう一箇所インドでの活動についてもお伺いできますでしょうか。はい、インドはですね、テランガナ州という州で活動してまして、実はコットン、綿花の生産量がすごく多いのがインドなんですね。で面積自体も世界第1位になってます。で本当に多くの子どもたちが実は畑で働いてまして、で農薬をたくさん使うので、まあ、健康被害があったりですとか、炎天下で長時間だったりですとか、まあ、健康にもすごく影響がある労働になってます。でそんな中、ピースインドプロジェクトというプロジェクトを行っておりまして、その地域で見回って同労働がないようにしていくということと、やはりその教育面での改善、それから特に女の子が多いので、女の子の自立支援ということで、15歳未満の子たちは学校に行くための橋渡しができるんですけど、それ以上の女の子になると、字も読めないし、読み書き算数も習ってないんだけれど、さすがに1年生に入るのは難しいじゃないですか、それでお裁縫のやり方を教えて、その中で読み書きとか算数も教えて、自分でメジャー使って測ったりするので必要ですし、それで最後ミシンを借用して自分で自立してお仕事ができるようになる、危険な労働につかずとも収入が得られるようになるっていうような支援もしてます。どうですか、鎌倉さん、お話を伺ってみて。
やっぱり女の子でこういう村の子たちは働くために学校に行かせてもらえないという感じなんですか、岩月さん。そうですね、ある意味その辺はっきりしてしまってる部分があって、同じ家庭でも男の子は当たり前のように行き、女の子は当たり前のように行かず、そういうもんだとなんとなくみんな思ってたっていうようなところが、やっぱりちょっとまだ残ってますね。でそういう時にインドの政府も女の子の就学ってすごく力入れてまして、はい、宿泊型の女の子のためだけの学校を作ったりですとかもしているので、例えば親御さんがどうしても子供を結婚させそうになって本人嫌がってるとか、そういう時はそこ紹介してそこに行ってもらったりとか、なんかみんなで知恵を絞りながら、どうやって子供本人の、意思ではない結婚をしないようにして、かつこう学校に行き続けられるかっていうのは、女の子の方の支援の方がやっぱり大変だし大事になってきますね。ありがとうございます。またインドでの活動というとですね、どうしても今この昨今のご時世ですと、こうコロナの影響というのが非常に気になってくるところですが、それはどのような影響が出てますでしょうか。はい、そうですね、本当に大きな影響を受けていまして、でエイズが活動している地域は農村なんですけれども、やはりその感染者が出たりですとか、そういった感染というところの影響も大きいんですが、経済的なそのロックダウンになってしまって、はい、経済がストップしてしまうというところの影響も大きいです。で実際にその収入がなかなか得られないというような家庭が出てきていまして、そこでその政府が支援、現金とか食料支援してたんですけれども、そこに漏れてしまうけども必要な家庭っていうのもあって、そういった家庭への支援でしたりとか、足りない、それだけでは足りないっていう世帯を支援したり、休校がすごく長引いて学校がないとじゃあ働くかっていうふうに子どもが働かされてしまったりとか、あと家にいること自体がすごいストレスだったりとかするので、そういう子どもたちへの家庭学習の支援なんかも行って、なるべくその厳しい中でも子どもたち自身が健やかに時間を過ごせるようにっていうサポートをしています。ありがとうございます。こうした本当にコロナ禍とか災害だったり緊急時になると、本当に脆弱な人ほど本当により過酷な状況に追いやられてしまうという、そうした状況が本当に世界のあちこちで見られるなと思うんですけれども、この児童労働に関しても冒頭に岩月さんがおっしゃってくださった通り、こう日本も一言ではないというか、日本国内にもまだまだ考えなければいけない児童労働の問題というものもあるわけですよね。そうですね、よく日本にもあるんですかって聞かれるんですけども、ありますと答えています。でその最悪の形態の児童労働で言いますと、子どもの買春とかポルノとか人身取引の報告もありますし、それから JK ビジネスっていうような、高校生の年代を対象にした、経済的に搾取するような構造のビジネスもそうですし、それからコロナ禍で特にアルバイト収入が減ってしまったことによって、最近オレオレ詐欺の出し子とか受け子に若者が使われているっていうことがあります。で実は最悪の形態の児童労働の定義の中に、そういった犯罪行為に子どもを使うことっていうのも入っておりまして、そういう意味ではそのこと自体が犯罪ではあるんですけれども、子どもが使われているっていうのは児童労働と考えられるので、はい、それを使っている大人の方にももっと責任を追及するべきなんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただデータがないっていうのが実は大きな課題で、エースでも日本の児童労働の報告書を出させていただいて、今あるもので考えるとこれぐらいっていうのを出してるんですが、もうちょっと具体的なデータがないといけないなと思っていて、それも政府に対して提言しているところですね。ありがとうございます。こう児童労働という言葉ではあっても、その児童に関わる大人の問題だということを非常に強く感じました。鎌倉さん、お話伺ってみていかがでしょうか。岩月さん、ありがとうございました。いや、私もですね、やっぱりこう日本で普
普段生活していると、なんかこう、まあ、もちろんコンビニでもいろんなチョコ売ってますし、ちょっとあの疲れた時はデパートでね、あの綺麗なチョコ買おうかなと思っている、うん、だけど実際その私たちの口にしているものがどこから来たのかっていうことをすごいやっぱり意識しないといけないんだなと、あの改めて感じました。まずあの、ね、カカオがそんな木からなってるっていうことを、うん、ちょっと、はい、アフリカ行ったことないので知らなかったですし、またそれを取ってる子どもたちが本当長時間あの重いカカオを持って歩いてるっていう事実で、こういうことをやっぱり私たち意識しないといけないかなと思いました、うん、はい、はい、岩月さん本当にあの貴重なお話ありがとうございました、もう本当にあのいくらでももっともっとお話を伺いたいところなんですけれども、ちょっと前半の時間が迫ってまいりましたので、この辺で前半を終了させていただきたいと思います。そして後半は鎌倉さんに司会進行を代わっていただきまして、6月12日の児童労働反対世界デーに向けた取り組みや、岩月さん自身がですね、このエースをどのようにしてなぜ立ち上げたのかといったことを伺っていきたいと思っています、ということで次回後半もですね、鎌倉さん、岩月さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、では皆様 NGO 世界を見つめて後半でもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。